キングマンは、アメリカ合衆国アリゾナ州北西部、モハーベ郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。人口は28,068人。近接するバトラーとゴールデンバレーを合わせた、地域人口は約6万6,000人超となっている。交通の要衝であり、かつては、旧国道66号線沿いの重要なコミュニティであった。ジャズスタンダード、 ルート66の歌詞中にもその名が登場する。また、映画、ロードハウス66や、トゥーレインブラックトップの舞台にもなった。キングマンは1882年に創設された。アトランティックパシフィック鉄道が開通し、駅ができたことによって、街としての発展が始まった。キングマンという使命は、ルイス・キングマンにちなんで名付けられた。ルイス・キングマンは、 カリフォルニア州にイードルズからアルバカーキまでアトランティックパシフィック鉄道の布設のために調査をしていた。工事の時にはキングマンは州内のウィンスローからベールスプリングスまでの監督に当たっていた。ベールスプリングスは今日のキングマン市の位置するところの近くである。1973年7月5日、キングマンはブレビと呼ばれる事故に見舞われた。ブレビとは ボイリングリキッドエキスパンディングベーパーエクスプロージョンの略で熱と圧力のかかった液体が爆発を起こす事故である。プロパンが列車から貯蔵庫に移された時に爆発、出火し、11人の消防士が犠牲となった。現在、この爆発事故の教訓は世界各地で消防局のトレーニング用ケースとして用いられている。 キングマンは北緯35度12分30秒整形114度一部33秒北緯35.20833度整形114.02583度35.20833-114.02583に位置している。標高は約1000メートルである。アメリカ合衆国統計局によるとキングマン氏は総面積77.6 キロ平方メートル沿いに位置している。空港内にはキングマン航空部品車が本社を構えている。同社はフライトラインドライブに位置し、航空機部品を取り扱う主要な会社である。姉妹会社のキングマンエアラインサービス社も空港内に立地している。同社は航空機の格納庫を有し、主に格納された航空機の修理を行っている。また、同社は 航空機の一部の部品を取り外し、部品を格納することもやっている。市内を週間高速道路 I-40 が通っている。I-40 はカリフォルニア州からノースカロライナ州ウィルミントンへと大陸を横断する幹線である。アリゾナ州内では、州北部を東西に貫き、フラッグスタッフなどへ通じている。フラッグスタッフは東へ約キロメートル 車で2時間半ほどである。また、国道93号線は、ラスベガスへ通じている。北西へ、約170キロメートル、こちらも車で2時間半ほどである。途中アリゾナ・ネバダ宗教で、フーバーダムを通る。フラッグスタッフやラスベガスへは、グレーハウンドのバスの便もある。市内には、BNSF 鉄道の線路が通っている。アムトラックの駅があり、 ロサンゼルスとシカゴを結ぶ長距離列車サウスウェストチーフ号が停車する。駅からはラスベガスのマッカラン国際空港への定型バスが出ている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。